おはようございます、今日は1月17日ですね、気温が 4.1、湿度が 52%、 室温が 19.0 で、湿度が 12% ですね。はい、まあ気温が 4.1、 まあこのぐらいの温度はまあ普通ですかね。はい、まあちょっと肌寒いかなという感じの気温ですが、まあ全然、OK って感じですかね。特に室温が、19度あるんで、結構ここの中は過ごしやすい感じですね。はい、そして今日のコーヒーは楽しい時間ですね、マンデリンですね、のブレンドとなっております。から、今日の格言、今日の格言はミスは余裕の欠如である。はい、まあ当たり前っちゃ当たり前のことを、ちょっと喋、ろうかなと思います、それではコーヒーを入れましょうかね。まあ大体ミスは余裕の欠如であるっていうだけじゃなくて、ミスなんてもんは余裕だけじゃなくていろいろなものがありますよね。はい、まず穴を掘ります。まあミスは準備の欠如であるとも言えるし、ミスは睡眠不足であるとも言えるし、とにかくミスをするっていうのは大体、なんか理由はありますよね。だからミスをしたくなかったら、そういう理由の部分をどんどん排除していけばミスは消えていくような気がします。ただ、それを、排除していくだけにの、いろいろな時間的余裕であったりとかいろいろなものがあればいいですけど、まあ、大体ないですから、まあその状態、で何とかするしかないとは思いますけどね。だから例えば、時間がない、焦っているみたいな状態で、ただ焦ってる状態ではミス起こしやすいわけで、例えば今、朝今日はまあちょっとゆっくりめに、店に出てきて、コーヒーを立てるわけですけども、もっと、ゆっくりめに出てきておるもんで、まあ気持ち的に楽ですよね。だからその状態でコーヒー立てるわけですけど、例えば焦っている時にじゃあどうすればミスをしにくくなるかというと、まあ例えばコーヒーを立てる前に、1回だけ深呼吸するだけでいいんですね。1回だけ深呼吸すると何が起きるかというと、やっぱ深呼吸するだけで、深い呼吸するだけで、やっぱ酸素の供給が、なされて、心拍数がちょっと下がると思うんですね。で、心拍数が下がるということは、その心拍数が下がった、ゆとりのある状態でお湯を差すことになるんですね。で、コーヒーを立てるっていう時に焦ってたりドキドキしていたりすると、その心拍数に合わせてだいたいお湯の、刺すスピードっていうのが変化してくるわけですよ。ちょっと例えばゆったり気味に、深呼吸を1回して、そうすると、心拍数が下がってゆったり気味になるんで、そのゆったり気味だとお湯の、刺し方もゆったりするんですね。これが緊張しててドキドキすると、その、ドキドキしてる、緊張がそのまんま、お湯の差し方に、なっていってしまうので、そうするとゆったりとお湯を差すっていう行為ができなくなっちゃうわけですよ。そうすると思うように、コーヒーが立てられない。でコーヒーが思うように立てられないのに、焦ってなおさら心拍数が上がっていってしまうというドソボにはまることになるんですね。だからミスを一番起こさない一番簡単な方法は、
コーヒーを立てる前に深呼吸をするということになるわけですよ。で実際に、お湯を最初にこう刺す、瞬間っていうのがあるんですけど、お湯をこう真ん中に、ドリップポットを持ってきて、そこで、よいしょというふうにお湯を刺すっていうことを大体教えるんですけど、よいしょというお湯を刺すっていうことは、そこで一回、意識を止めるわけですよね。あの流れの中でお湯を刺してはいけなくて、一回真ん中で一回、止まった状態になって、よいどんの状態でお湯を刺す。そういうふうにすると、そこの部分が、気持ち的に、なんつうんですかね、流れの中だと、簡単に言うと焦ってるまんまでそのままお湯を刺してしまうので、それを、刺すことができなくなるのは一回真ん中で一回止めて、よいしょっていうふうにお湯をかけるっていう形を取ると、それだけで、気持ち的には楽になるんですね。そういう、いくつかの、まあ、なんつうんですかね、結構焦ってる時とかなんかに、お湯を刺す時の、まあやり方というか、そういうものは、まあ、基本的にあるんですけど、ただ言えることは、リラックスした状態でお湯を刺すことができるかどうかっていうのは結構大事になるんですね、コーヒーに立てるということに関しては。あ、3分間の蒸らしのボタンを押すのを忘れましたね。まあそんなことで、例えば蒸らしの時間を、押し忘れたぐらいのことはどってことないよっていうふうにこう思えるかどうかも結構大事になるんですよ。というのは何かというと、例えば、3分間の蒸らしというのが大事であるというふうに例えば教わったとしますよね。で別段教わったとしますよねって別段3分の根拠って大した根拠ではないわけですよ。3分という言葉がまあ格好が良かったから3分中分もあるんですね。例えば松屋さんの大体説明書きは3分から5分という表現をしている。つまり、そこには幅があって、あのコーヒーの粉の中のガスを抜くっていうための、時間である以上は、例えば新鮮なコーヒーの粉の場合だったらガスが多いし、焙煎の度合いが深い場合だったらガスが多いと、逆にある程度、焙煎から日にちが経ってれば落ち着いてるんでガスが少ないと、そうすると蒸らしの時間も短くて済むというふうに考えると、きっちり3分の根拠は大して意味がないわけですよね。だから、例えばタイマーを押し忘れたぐらいのことは、まあ、どうってことはない、大したことじゃないわけですよ。だけど、実際に、コーヒーを立てることに慣れてない人は、3分のタイマーを押し忘れたこと自体で焦ってしまうみたいな感じになっちゃいますよね。だから、その、ちょっとしたミスの部分が大したことないことであるっていうふうに思えること自体も、ミスを防ぐことができる、原因になりますよね。まあ、コーヒーの場合は結局修正しようと思うとできる部分って結構あるので、その辺で言うとまあ大変じゃないなというふうに僕は思うわけですよ。例えば、紅茶の立て方というふうになると、紅茶ってあのきっちりした部分を、ミスらないようにしないとその後が修正効かないんですね。コーヒーの場合は、お湯を刺すっていうお湯のコントロールの部分でほとんどのことが決まるんで、後で修正が効きやすいわけですよ。ところが紅茶の場合はこうエイヤーでお湯をこう、ティーポットに入れたら、あとは、紅茶に任せるしかない状態なんで、その状態からしまったお湯の温度が低いみたいな時に、なんとか修正しようっていうのは、まあ、結構無理があるわけですね。そういう点ではコーヒーの方が、まあコーヒー立てる方ことで考えるならコーヒーの方が、まあ、ちょろいはちょろいと思いますよね。
逆に言うと紅茶の場合はその部分をきっちりやればまあ大体うまくいくっちゅう部分があるので、なおどっちがコーヒーを立てるのが楽か紅茶を立てるのが楽かっていうのは当然まあどっちとも言えるわけですけど、ただ言えることは コーヒーはまあやっていくとまあいろいろ修正途中中からでも修正が効くっていう部分で言うと楽は楽だし、逆に、なんつうんですかね、コーヒーをこう始めた、まだ初期の人はいろいろな部分まだそういう知識がないので、コーヒーは難しいっていうふうになるでしょうし、結局コーヒーも紅茶も、その時その時のレベルによって、どっちが大変難しいとか簡単であるみたいな意見が変わるような気がしますよね。ただコーヒーの、まあ、立て方とかなんかを教えるときにまず言えることっていうか、まあ言うことになるんですけど、基本的にはコーヒーは簡単であるというふうに、舐めてかかるように、指導するっていうことはやりますよね。それは何かっていうと、あまりにもコーヒーが難しそうにしちゃうと、萎縮して、コーヒーってうまくいかなくなっちゃうんで、コーヒーなんて最終的には人間の、パフォーマンスを、発揮させたかったらリラックスしてなきゃいかんので、わざわざ脅して、緊張させて、なんつうんですかね、このパフォーマンスを下げるようなことをしちゃいかんので、とにかく舐めてかかるようにまあコーヒーは指導しますけどね。まあだからコーヒーの入れ方を教えるっていうことをまあ、やることはあるんですけど、そういう場合だとまあ結構この教え方はいい加減っぽく見える感じですかね。はい、そんなこんなを、今日の格言は本当は何だったの？余裕の欠如であった。そうでしたね。はい、まあ説明が結構あんまり、今日の格言と合ってなかったかもしれないですけど、まあいいでしょう。だから結構コーヒー立てるときに、呼吸法に凝ったことがあるんですけど、まあ、いわゆる僕なんかは密足という、呼吸法に凝ったことがあるんですけど、あれなんかはもう完全にあれですよね、心臓の心拍数を、穏やかにして、心拍数が穏やかになることによって、どっちかというとリラックスした状態で、まあ、コーヒーを立てるということができるような、感じですよね。でやっぱ酸素が十分に行き届くと、視力もアップすると思うし、まあ思うしとしか言いようがないのは僕がそう思うんですけどね。でその状態で、頭が冴えるし、もう全ていいことづくめになるので、
呼吸法というのは大事なのかなという気がします。今日は楽しい時間ですね。こうやってのんびりとコーヒーを立てるじゃないですね。あのちょっとこの何日間か朝焙煎機の準備を、やって、それからコーヒーを立てた時はちょっとバタバタと忙しかったんで、それと比べると、なんとなくのんびりした感じでいいですね。さて、ということで今日はここまでにしましょうかね。ちなみに、玉木の方のですね、これですね、キスザハーブ、これがもうじき、販売までできますというのは何かというと、昨日の段階で焙煎が終わりまして、今日ハンドピックして、商品ができる状態になります。そして、今日はキサンジンさんが夜来て、焙煎すると、こっちですね、ハーツキスという、まあ、この喜三人さんの方のハートに口づけの方も、まあ、完成するという感じで、やっと、ハッピーバレンタインズセットというのが完成するということで、販売にこぎつけれる状態になりますね。ということで今日はここまでにします。